業界大手、アクシスコミュニケーションズの固定式監視カメラ全、方位式監視カメラ JR キハ54型機動車の監視カメラ10月1日 JR 東日本 E233 系、電車7000番台1号車の監視カメラ。時間対策を目的としている。監視カメラとは、何らかの目的で何らかの対象を監視するためのビデオカメラである。主に人間を監視し、 犯罪の抑止などの効果を求めて設置されるものは防犯カメラ、かつ火山や気象を監視し防災上効果を求めるものは防災カメラとも呼称される。講義にはカメラ単体ではなく撮影した映像の伝送、処理、記録、表示機能を含むシステム全体を指すことがある。英語ではビデオセルベイランスなどと呼ばれることもあるが一般的に 映像監視システムのことをその映像信号伝送方法であるクローズド、サーキットテレビジョンの略語を用いて CCTV と呼ぶことの方が多い。防犯カメラは窃盗犯罪の抑止という防犯だけでなく強盗、暴行、強姦犯の逮捕に役立っている。ただ、プライバシー上の懸念から設置に否定的な人も少なくない。CCTV、クローズド。 サーキットテレビジョンはケーブルで結ばれたカメラとテレビ間だけの閉じた回路のテレビという意味となる。TEB カメラそのものは開いた回路と捉えて良い電波を使って一般に公開する放送用を主なる用途として最初に使われ出した。その後、放送とは用途が異なる監視だけの限定した用途のカメラが出現し監視として閉じた回路と範囲で使われ、クローズドサーキット、 CCTV と呼ばれた。しかし、インターネットやランを介した映像伝送を行うネットワークカメラの登場、普及により、使用や機能的に本来の CCTV と呼ぶカメラは少なくなりつつある。当初は単なる画像の撮影と保管のみを行うものだったが、近年では続々と画像処理システムを組み合わせたものが登場している。例えば道路に設置して、 通過する車両のナンバープレート画像を検出してデータとして抽出する自動車ナンバー自動読み取り装置、車の映像から車種を特定する F システム、空港などで旅行者の顔を撮影し犯罪者の顔写真データベースと自動照合をする顔認識システムなどが2016年時点ですでに導入されている。顔認識から性別や年齢を推定して、 マーケティングに使用することもすでに行われている。さらに、行動様式を解析し、異常行動を検出するというソフトウェアもすでに開発されているほか、人の震えから心理状態を解析するシステムも開発されている。また、個体識別のために歩行特徴を利用する雇用解析も行われており、犯罪捜査に活用されている。また、個人の解析だけでなく、 群衆の解析も行われており、群衆密度の変化から異変を検知したり、混雑度を予測することも行われている。滞在時間をヒートマップで表示することも行われている。複数の監視カメラにまたがって人物を追跡する技術も開発されている。また、詐欺防止のための ATM における携帯電話使用検知や武器検知システムも登場し始めている。 煙検知システムも開発されている。2016年6月時点、顔認識による大規模な監視は難しい。米国では約1.2億人の顔認識データベースが整備されているものの、最上の特定率を誇る Google のフェイズネットでさえ、大勢の顔の区別には不確実性が伴う。しかし、世界最大級の人口を抱えている中国では、顔認識による 大規模な監視が積極的に用いられており、Google の特定率を上回る、ともされる約13億人の顔認識データベースが整備されている。日本の東京都では特定率を上げるために2016年4月以降の犯罪者の称号用顔写真の撮影を 3D で行っている。集音マイクを持ち音声の録音が可能な監視カメラが増えている。また、 監視カメラにマイクがない場合でも別に集音マイクを設置することもできる。叫び声やガラスが割れる音、機械の壊れる音などの不審な音声を感知して自動的に通知、通報することが行えるものもある。音は賑わいの計測にも使われている。また温度、湿度、匂いの記録も行われている。携帯電話情報の収集携帯電話の固有的な情報を Bluetooth や Wi-Fi 経由で収集し、記録する装置を設置することもできる。iPhone では iOS 8より MAC アドレスのランダマイズを行っており、固有値をばらまかないようになっているものの、デバイスの匿名化が十分ではないため、シーケンスナンバーやタイミング情報を使うことで、未だ追跡が可能とされる。深度情報の収集及び利用距離画像は実寸法の計測や、 映像解析の補助に使うことができ、駐車場や ATM の監視カメラなどで使われている。また、虫や動物などによるご検知を防ぐ目的でも使われている。震度情報の取得には、同期された複数のカメラの映像などから、画像処理などによって、震度を推定する、写真測量法や、近赤外光レーザーなどの照射と検出により、震度を算出する、震度カメラが存在する。 写真測量法では、ステレオカメラを搭載する監視カメラが出始めており、ステレオ映像の 3D 再構築によって、高精度な映像解析が行われている。また、複数の監視カメラを用いて、複数の映像から震度を推定するシステムも存在する。ライターでは、監視システムなどに向けて、豆腐方式の震度カメラの供給が始まっている。ライターは、人物が重なって、 画像で判別しにくい時に有効だとされる。温度計測、検知サーモグラフィカメラによる温度計測を搭載した監視カメラシステムも存在し、出入国管理、企業やイベントなどの感染症対策、山火事対策などに使われている。また物陰に隠れた人を見つけるために、遠赤外線カメラを併載する監視カメラも開発中となっている。センサーライトでの照射や、 音声による警告が可能な監視カメラも存在する。声かけを行う監視カメラも研究されている。また、駐車場管理に向けてゲートバーとの連携に対応する監視カメラシステムも存在し、それにより、ブラックリストに乗った車を通さないようにすることが可能。複数の監視カメラからの映像を合成して、一覧しやすい、俯瞰視点で表示する技術が開発されている。 広域を監視し、テレビ局、インターネットなどで公開できる画像をリアルタイムに撮影しているものはライブカメラとも呼ばれている。さらに、インターネットの URL を公開せず、ログイン時のユーザー名とパスワードを企業や組織内、また個人や家族内に止めれば、インターネットを介して距離に関係なく遠方の監視も行える。鉄道駅ホームの監視カメラのモニタダム水量監視。 道路災害監視、活火山監視、津波監視、鉄道駅ホームの乗降状況確認など、工場の製造ライン監視、原子力発電所、火力発電所、研究所などで人が入れない場所の異常監視、ダム、河川、火山などの状況の監視、記録に使用されている。家具屋などをはじめ、人工衛星のような状態が把握しにくいものについても監視カメラが用いられる。 店舗などの各種施設内や敷地内の監視、街頭、鉄道の駅や、踏切、空港、学校、暴力団事務所、個人及び、集合住宅の監視サービスなど多岐にわたる。日本の各都道府県警は、繁華街などの防犯対策の一環として、繁華街、街頭、街路周辺に監視カメラを設置している。警視庁がご地区で運用する監視カメラシステムは、 街頭防犯カメラシステムと呼ばれ、都内の繁華街と呼ばれる地域、人の密集する地域、駐車違反対発地域に設置されている。鉄道会社においても、テロ対策や各駅の状況の確認を目的に多く設置されている。また、鉄道の車内にも設置されつつある。しかし、監視カメラ反対派から首都圏の各鉄道会社は監視カメラを運用する規則を、 公表しておらず、この規則を開示すべきとする声もある。暴力団事務所外部の監視のため、監視カメラが設置されている。一般の目に触れるものとしては、防犯を主な目的として、商店や銀行など、金融機関、暴力団事務所、エレベーター、公的機関の天井など様々な場所に仕掛けられているものがある。目的は、金融、公的機関の場合、 侵入者や不審者の監視、記録はもちろん従業員の背任行為を抑止するためでもある。エレベーターでは乗客の異常行動などを感知して近くの膝端に止まるなどいろいろな用途で使われている。商店の場合、顔認識による万引き常習犯の監視も行われている。ベトナムでは空港の貨物運搬係による窃盗が多発しているため、 運搬係に監視カメラを装着することが検討されている。暴力団事務所の場合、いたずらや対立する組の関係者、警察関係者の監視のため設置されている。施設内だけでなく、市街や盛り場の道路などに監視カメラが取り付けられることも増加しつつある。学校の通学路や校門への監視カメラ設置も行われているほか、校内への監視カメラ設置も進んでいる。 また、カメラの価格低下に伴い、個人で自宅駐車場などに、盗難防止、当て逃げ防止目的として安価な監視カメラを設置するケースもある。監視カメラの映像から必要な情報だけを簡単に検索し抽出できるシステムも開発されている。警察が複数の監視カメラ映像や、個人から提供されたスマートフォンで撮影した映像を分析して、 刑事事件容疑者の逃亡先を、リレー方式で追跡して、逮捕につなげる取り組みも行われている。2020年には、札幌市中央区の4月13日午前7時30分ごろ、歩道上で、子供の送迎のために7歳と5歳の子供を両手に、連れて歩いていた当時妊娠7ヶ月の20代の女性に対し、邪魔だなどと言い腹部を足蹴りした51歳無職を、 監視カメラのおかげで逮捕にしている。日本では防犯カメラなどで取得した画像によって容疑者を特定する割合が増加し、2019年には検挙数の1割がカメラ画像によるものだった。物証の残りにくい特殊詐欺などの捜査では防犯カメラの映像が重要となっている。設置場所と目的、高果防犯用に設置される監視カメラの場合、監視していることによる 犯罪抑止効果を求めるケースと、犯罪が起きた時の証拠確保を目的とする場合とに、分かれる。前者の場合は目立つ場所に設置され、後者の場合には目立たない場所に設置される。プライバシー侵害につながるという批判を回避するために、監視カメラを設置していることを、監視カメラ作動中といった看板などで告知している場合もある。 この場合はもっぱら前者の目的を求めることになる。犯罪抑止用では撮影機能がないダミーカメラも販売されている。カメラが破壊されることも考えられるので複数のカメラを組み合わせて設置することがある。監視カメラ本体が他の監視カメラによって撮影されるようにするものである。また、カモフラージュの方法として電球のソケットに刺さる監視カメラ内蔵 LED。 電球も存在する。また、ATM や自動販売機などの機械には監視カメラ搭載のものが多い。人物に設置されたウェアラブル監視カメラは、ボディカメラや身体装着監視カメラなどと呼び、アメリカとイギリスや香港などの警察で急速に普及している。学校での使用も試みられ始め、アメリカではボディカメラの採用手アクソンとドローンの採用手、 DJI が提携して警察向けに監視ドローンを販売している。日本でも民間防犯用に監視カメラをドローンに搭載することも行われ始めている。また中国の警察では監視カメラの機能を搭載したロボットが配備されており、監視カメラの機能を搭載したサングラス型のウェアラブルコンピュータも使用している。懐中電灯に監視カメラの機能を搭載することも行われている。 犯罪抑止イギリスで2005年7月7日に起きたバス、地下鉄を標的としたロンドン同時爆破事件において犯人の検挙が迅速に行われたのは監視カメラの記録に追うところが大きい。特に故意犯に対する抑止効果が期待されている。日本においても成田国際空港と関西国際空港に顔認識システム付きの監視カメラが設置されており、 また2007年7月1日に東海道山陽新幹線で営業運転を開始した N700 系電車の全乗降口と運転室で入り口にも日本では初めて鉄道車両内に監視カメラを設置するなど公共交通機関でも防犯を強く意識した監視カメラの設置が進んでいる。名神高速に設置されている N システム交通流量 スピード違反取り締まり、ナンバープレートの登録番号の記録、旅行時間測定システムなど、供述との矛盾をつく証拠にも用いられている。以前は磁気テープに保存されていたが、技術の進歩に伴いハードディスクやフラッシュメモリに保存される例が多くなってきている。画像は連続静止画の Motion JPEG や Motion JPEG2000、サブ合宿の MPEG4 や H264 などの、 形式で通常は記憶領域の容量がある限り保存される。容量が足りなくなった後は古い記録から削除していく方式が一般的なため記憶装置の容量については必要な保存期間を考慮して選定する。画像の質は磁気テープより良質である。画質または圧縮率は連続静止画よりも差分圧縮の方が高い。2016年時点 圧縮率の高い H264 ハイプロフィールを採用する監視カメラが増えており、H265 を採用する監視カメラも登場している。白飛びや黒つぶれを防ぐため、オートホワイトバランスに対応していたり、複数ロコを合成するハイダイナミックレンジ、撮影機能を持つ監視カメラも存在する。トーンマッピングする前の RAW 画像形式で、 静止画を保存できる監視カメラも存在するが、RAW 動画形式で保存することはあまり行われていない。なお、監視カメラは色再現性があまり重視されておらず、18%グレーカードやカラーチェッカーなどは使われていないため、照明や日光などの光の影響を除いた正しい色情報を記録することはできない。ただし、 顔認識によって検出した顔に合わせて色補正する監視カメラは存在する。その他、霧、雨などの天候の影響を少なくする霧画像補正に対応した監視カメラや光の乱反射を除去する変光フィルター、変更レンズを搭載した監視カメラも存在する。アナログ式監視カメラでは伝送ノイズが多く、インターレース動画であるためにデジタルで保存すると容量が大きくなる。 デジタル式監視カメラでは伝送ノイズの影響がなく、プログレッシブ動画であるため、容量が小さくなる。差分圧縮の場合は、CCD ノイズの低減や、物理的、ソフトウェア的、モーションスタビライザーや影浪除去によって、さらに容量を小さくすることができる。また、背景差分や人感センサなどによる動体検出によって、常時画像を保存するのではなく、 カメラの撮影範囲で動くものを検出した時にだけ、その前数秒から録画を開始することができ、容量を節約することができる。また、エンコードにおいて、動画フレームの中の特定エリアだけ画質を上げ、他を下げることのできる監視カメラも存在する。撮影コマ数は、通常1秒間25コマ、または30コマの動画として設定することが一般的だが、 金融機関の ATM コーナーなどでは1秒間に1から3コマの撮影で保存期間を長期化する傾向がある。コマ数を落として記録する VTR はタイムラプス VTR と呼ばれる。監視カメラの設置者に対して警察から画像の提供を依頼されることがある。この場合、使用している機種やソフトにもよるが、一般的な動画ソフトが利用できず専用のソフトが 必要な場合がある。大抵画像保存用サーバーにメモリーカードのインターフェースがあり、外部に出力できるようになっている。もちろん再生しながら、ビデオテープにダビングすることも可能である。元ミノは市長のくらった哲郎によると、在任中の2014年8月5日に通学路に、防犯カメラを百五十台の大規模導入決定し、見直しが全国ニュースになったとき、 防犯カメラ設置反対の抗議電話の99%が、ミノワ市外の無関係なノイジーマイノリティーらからだった、ことを明かしている。さらに、報道後の2015年10月に、NHK が、防犯カメラ特集で、ミノ駅前で、街頭インタビューで、防犯カメラ反対意見も拾おうとしたが、1日中、探しても、否定のコメントを取れず、設置賛同ばかりだった過去を明かしている。 当初市内の自治体にも、費用の9割援助で40台設置予定だったが、市民から希望が殺到し360台の設置が決まった。さらに、運用本格開始した2015年以降に、人口あたりの犯罪認知件数が半分になっているなど、反対論を一周している。監視カメラは、管理者が適切な管理を怠ったために情報が、漏洩たる、か、 録画されたデータがどの程度の期間保存され、どのような人物が録画データを閲覧可能であるのかが不透明である場合も多く、複数のプライバシー上の問題が指摘されている。また、一部の教会などが顔認識システム付きの監視カメラを使用し問題になった事例も存在する。他十分なセキュリティ対策なしに設置され、誰でもインターネット上で、 アクセスできる状態で放置された監視カメラも存在し、それらの監視カメラの映像を自由に閲覧可能なインスカムのようなウェブサイトも存在する。また、監視カメラが相互接続されたり顔認証システムと組み合わされるなどし、現中の中国の天網のような大規模な監視システムによる大量監視につながり、表現の自由やプライバシーが侵害される危険性も指摘されている。 2016年1月、ロシアのウェブサイトインスカムで世界中の監視カメラの映像が誰でも自由に覗き見できることが露呈した。このサイトでは世界120カ国の監視カメラの映像をリアルタイムで配信されており、日本でも6000台1月22日時点、サイト上では5757台を超えるカメラが対象となっていた。対象となっている監視カメラの設置国は、 ロシア、アメリカ、フランス、日本、イラン、クウェート、サンマリノ、モナコなど120カ国以上。アメリカの7645台が最高で、日本は6291台で第2位、イタリアが1992台で第3位だった。日本では、精神病院隔離病棟、歯科医院、有名コーヒーチェーン店、コンビニエンスストア、携帯電話ショップ、 回転寿司店、デパート、マッサージ店、理髪店など業種を問わず広く収集されていた。流出した理由としてはカメラの購入時に初期パスワードのままだったために簡単に見破られているケースが多かった。同サイトでは監視カメラの製造メーカーまでわかるようになっている。2018年の米中貿易戦争で中華人民共和国との貿易摩擦が起きた。 アメリカ合衆国では、監視カメラの市場占有率で、世界1位だった、ハイクビジョンや2位のダーファテクノロジーなど、中国企業の監視カメラが、ピーターソン空軍基地などのアメリカ軍基地などアメリカの様々な場所に設置されることへの安全保障面での懸念が問題となっており、2018年8月13日に2019年度、米国国防権限法が制定され、 米連邦機関による購入を禁止した。また監視カメラの過半数は国防権限法で政府調達を禁止されているファーウェイの子会社ヒシリキンのチップを利用していることも問題視された。米連邦機関においてはこれら中国製監視カメラの撤去も求められているもののフロリダ州のアメリカ海軍基地の購入や複数の米軍基地と政府施設で 三千台近くの中国製監視カメラが撤去されていなかったことが問題となった。アメリカのアベンチュラテクノロジーズが中国製監視カメラを米国製と偽装して長らくアメリカ軍に納入していたことも問題となった。中華民国大中市でもプライバシーの保護と安全保障を理由に市内の100台を超える中国製監視カメラが撤去され同様に 豊原駅の次世代監視システムから顔認証機能と中国製の監視カメラが排除された。決定的証拠となるはずの監視カメラの映像が5人逮捕、冤罪事件も引き起こしている。背景について、ある現役警察官は我々が捜査報告書を100枚作るよりも防犯カメラの映像一つの方が証拠として断然に強い。防犯カメラを押収したから、 安心、ちょっと満身しすぎる。全部見れば言うことは何もないですが、早回しで見たとしても人の力の限界。失敗を犯してしまうということはなきにしもあらずだと思いますと証言している。以下は、監視カメラの映像が引き起こした、五人逮捕の例。監視カメラの設置数の増加は、各国で進んでいる。イギリス全土に設置されている監視カメラの数は、 2014年時点で590万台に達している。アメリカでも2016年時点で3000万台以上が設置されていると言われている。アジアにおいても設置数の増加が進んでいる。中国では監視カメラの数が2017年12月時点で1億7000万台で人工知能も搭載した展望と称する世界最大の監視カメラネットワークを政府主導で用紙。 2019年時点で世界で最も監視カメラが多い10の都市のうち8つの都市が中国にあるとされた。韓国では2015年12月時点で800万台が設置されていると推測されている。日本では2016年時点で500万台以上が設置されていると推計されているが他の先進国より少ない。日本では商店街など 公共の場への監視カメラの設置をめぐっては、肖像権、プライバシーとの関連や監視されるイメージから拒否関する共産党や一部の市民団体の反対の声が大きいため、設置が進まない。逆に積極的に推進してきた公明党は、共産党は、街中の防犯、監視カメラにずっと反対し続けてきたと指摘されたのに、反対してないと答えた。 小池晃議員が嘘をついていたと主張している。1996年から16年間、共産党員が市長を務めた東京都狛江市では、地元警察署との地域安全活動の推進に関する覚書の締結を拒否していたため、共産市長の次の高橋国彦市長は、市内の行動上には防犯カメラが1台も設置されないという異常事態が続いていたと主張している。 韓国では日本は監視カメラが少ないと知られおり、外国人が犯罪のために来日するものが後を絶えない。このように犯罪しやすい場所として監視カメラがないところは狙われやすい。日本では法的規制として行政機関等による監視カメラの設置等の適正化に関する法律案が第156回国会7月24日において衆議院に提出されたが、 審議未了で廃案となった。2018年に発生した新潟小児女児殺害事件では警察が捜査過程で犯行現場付近を走行していた自動車の所有者にドライブレコーダーの記録の提供を呼びかけた。結果的にドライブレコーダーが監視カメラの役割を果たし犯人が逮捕されている。日本国内のドライブレコーダーの出荷台数は2020年度だけでも 約340万台を記録している。ありがとうございます。